板倉重政は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけての武将、大名、三河不幸図藩主。天正16年、徳川氏の家臣板倉勝重の次男として、駿河春夫にて誕生した。慶長10年4月10日、主君、徳川家康の三代に志向し、十五位下内前世に助任された。松平抹殺な、秋元康朝と共に、 徳川家康の近所出頭人と呼ばれた。慶長19年の大阪冬の陣では、豊臣方との交渉の任に当たった。官営14年11月、島原の乱鎮圧の上司となった。着手の茂則を伴い、福祉の石ヶ谷貞清と出陣。動員された西国の諸行を率いる命を受け下校するが、九州の諸行は、愚くの茂政の指揮に従わず、 昇進の茂政では、統制が取れないことや、一気勢の勢いの強いこと、長期化した際に、幕府の権威が揺らぐことや、海外からの勢力の参加の可能性などを恐れた、幕府は、老中、松平信綱を、改めて対象とし、大幅な増援も決定した。茂政は功を奪われることに少量を覚えたとされる。 翌寛永15年1月1日に総攻撃を命じるが、やはり諸軍の連携をしない、4000人とも伝わる大損害を出す。茂政自身は、板倉勢を率いて、突撃を勧告し、未見に、一騎勢の鉄砲の名手、三階村金作が放った銃弾の直撃を受け、戦死した。去年51。墓所は、島原市の高等寺。時勢は、 新たまの年の初めに、三毛の名のみ残らば咲きがけと知れとされるが、咲く花のとする説もある。残された着子の重則は、元の副祉、石ヶ谷貞いと共に、原城陥落の際、抜けがけを行った佐賀藩勢に遅れじと突入を行った。この際、一騎打ちで、敵将、有りや剣物を打ち取る功を挙げているが、 佐賀藩との抜け駆けと当初の敗戦の軍立違反により、一年ほど、禁止処分を受ける。しかしその後は、老中や京都書次第を務め、五万国にまで活動する。重政の子孫は、その後、下津から瀬山藩、武蔵岩月藩、品野坂木藩、道の区福島藩と転封され、明治まで続いた。ありがとうございます。